ジーピットチャンネル始まりました。ケントです。そうです。今日はなんと、はい、もう2年越しですよ。プレゼント企画、視聴者さんとご飯食べに行こうか。やっとやっとですよ。2年ぐらい前の動画なんですけど、プレゼント企画っていうことで、ご飯食べに行きましょうの募集をかけたんですよ、はい、なんと本当に100名以上の人が応募してくださって、うん、その中から抽選でですね、当たった方と実際にご飯に行きましょうと。本当はすぐ行こうと思ってたんだけど、うん、コロナでなかなか行けなくて今になってしまったんですけど、有言実行ということで、はい、行きたいと思います。しょうちゃん、人見知りちゃん、うん、なんかさ、最近可愛いキャラじゃない？そうですか？緊張する？してない。記念会話の流れおかしいやん。いや、一人だったら緊張する。にゃって何？いやって言ったの。いやって言ったよ。にゃって言ったよ。ほらほら。ということで、でタイミング的にちょうどね、なんと最年少の関西むっつりボーイの、はい、タカトが集中で来てますね。タカトも一緒に同行したいと思います。はい、はい、一緒に行きます。こんにちは。かわいいな。でなんとですね、Kさんっていう方、顔出しも大丈夫と、うん、いうことに出演 OK ということで、我々とご飯会をですね、Vlog 調に撮影させていただこうと思います。ということで、今から新宿の僕らの行きつけのお店、玉坂さんに行きたいと思います。ラフっていう FTM マガジンがあるんだけど、その雑誌を作ってるアキトさんっていう人が経営してるお店で、パートナーのね、チーコさんと一緒にお店やってるんだけど、そのチーコさんがご飯めちゃくちゃうまいんですよ。美味しい。美味しい、まあ、セクシャリティ誰でも入れる、なんだろうね、割烹居酒屋っていう感じで、めちゃくちゃご飯美味しいからおすすめのお店です。で詳細概要欄に貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、玉坂に行きましょう。イエイ。到着しました。Kさんを待とうと思います。はい、緊張する。楽しみだね。なんかちょっとすごい明るくてよく喋ってくれそうなみたいな、楽しい飲み会にしたいと思います。はい、じゃあ、おはようございます。乾杯。どうも近々言わないとやばい。去年が年明けですよ。本当当たると思うもう見た目から入っちゃいましたけど、と思って、この人たちは何なんだみたいなところから、結構、坂と思ってた動画を見てました。ありがとうございます。すごい。年経るんだろう。そうだですね。まあ、ちょっと、どっちも。タイプ違うじゃないですか。タイプ違いますけどね。全然違う。まあ。甘い。甘いけど甘い。美味しい。ちょっと入れるよ。辛いの。おろしの辛さはいける。おろしの辛さはだめ。あ、そうなんだ。すごいね。わさびとかの辛さはだめ。あ、カレーとか。ブラックペッパーもだめ。好きなのがあるよね。オムライスとか。この子を食べる。生姜焼きとか。ハンバーグ。いつの間に。ラップするやつ。そこ伸びないんですよ。あれをやってるの一番伸びてるし、一番時間かかってる。そうなんですね。いや、なんか歌詞とかはすごい、なんか歌詞は自分たちでこう書いてアレンジしてみたいな感じなんですけど、すっごい時間かかってるんですけど、いや、面白いなと思って、あれ一番伸びないんですよ。いや、一番好きなのはクリスマスのストーリーの、あれは二人とも可愛すぎてちょっとずるいなと思いました。出身はどっちなの？出身も愛知県なんですよ。うん、今ですか？はい、なんかそのオープンになったじゃないですか。でも愛知県に住んでる時もゲーバーとかは行ってたり、で僕あれ、同い年、85年生まれ。そうなんだ。もうタメ撮り行きましょう。飲み屋さんに行ったりとか始めたんで、27、8ぐらいなんですよ。結構遅くですね。それまでは全然クローズな感じで。美味しそう。うまそうだ。めっちゃ普通にカメラのこと忘れてたね。普通に喋ってた。めちゃめちゃ美味しい。美味しい。Yes。
レモンティーに入れたいって言ってましたね。ドッキリ、ドッキリだ、そうだ、めっちゃ見てくれてる。翔ちゃんがその壁のスクリーンに映して解説してる。この棒読み感が結構すごいです。なんかちょっと、あ、やっぱ回を追うごとにすごい慣れていったんだなと思ったみたいな。今でも棒読みですよね。なんか FTM いける、 FTM いけると思います。よくいい、そういう人もいますし、なんか、もうセックスもがっつりする派とそうしない派みたいなのはあると思いますね。いないんですか、好きな人。好きな人、好きな人はでも去年とかでいましたけど、まあ、それは特に実らず。へぇ、すげぇ不祥な感じなんですね。でもなんかやっぱ周りでね、なんかパートナーとかこういう時で羨ましいなと思いつつ、でもなんかこう一人がいいなって思ってきた。この年になると、例えばじゃあ映画見ますとか、なんかやりたいこととかあった時に、なんかじゃあ一緒にやろうみたいな感覚あまりなくて、うん、一人で全部やっちゃうみたいな。そう、自分でこう好きなようにやってって、やってった先でこう合ってっく人脈がいいなと思って。僕のコラボってどういう人たちもぶっ飛んでるか、多分ぶっ飛んでますよ。動画見てて思いますけど、もっと楽しんでる。あ、まあ確かに確かに。で、あの今お尻を使うじゃないですか、はい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 、だからそれをあんまり僕はしないんですよね。あ、そういうことがなくて、で、そうなんだ。そうですよ。だから手前のあのチョンチョンを楽しむみたいな、チョンチョンを、なんか独特な気がする、恋愛の発展の仕方が。まあなんかもちろんその中には付き合うまでしませんみたいな人もいたりはする、もちろん。多分その多分付き合うに至るまでの過程は早いと思うんですよ。めっちゃ早いね。ハードルは多分低い人が多い。だからそれこそあのゲイタカチャンネルのあのママとかはすごくアグレッシブな方だと思います。もうとがめなくっていうか、こう気持ちがないって感じ、体で本能でいっちゃうって感じ。多分そういう瞬間もお互いあれば、合致すればあって、なんかもう、いやしたけど別になんかもうそれはそれみたいな人もいますし、何を願いがね、そうですね、ノン系界隈で最初説明しなきゃいけないから、すごい振られる機会多いとか、どっちかというと、二十歳超えてから、僕はすごい悩んだタイプで、二十歳超えてから、全然彼女できないよね、好きな人いないよみたいなことが聞かれるのが、すごい辛かった時期は、楽しくなんないなとか。なんかそう、なんか、まあ、今ほどそんなに情報もなかったし、だって自分でも認められない感じ。わかる。そう、我々世代ってわかんない時ですよね。そう、うんうん、だから僕もそのジビットチャンネル見てて、あ、なんか、あ、なんかそのなんていうのかな、思い方とかって似てるなって思うことがちょっと多々あったりとかもすごいして。